はい、良い風景です。今回もやってまいりますけど、今回どうしようかなって感じなんですよね。今ね、持ち物を見る。倉庫の中にはあるんだな、岩とか。なるほどね。でも結構なんていうか、材料を集めるだけにしちゃおうかなっていう気もあるんですよね。まあ、その場合、〇〇カットって形にするかな。それでまあ、デザルト、じゃない、リザルトね。わー、俺、今デザルトって言った。リザルト、リザルト。結果ね、結果だけ報告っていう感じにしようかなと思います。では、いきますかね。中腹までは上級で行って、そこから中腹に、じゃない、そこから中級に、今日どうした俺っていう感じにしようかなと思ってます。はい。あいつがいますね。行商人。あいつアイテム拾っちゃうんすよね。あいつをなんとかしたいんだけど、動き止めらんないかな。矢を撃っていましたが、こっちに向かってきてくれればいいですけどね。盾外しとくか。健康はね。おお、危ない危ない。危ねえ。惜しい。よし、これでアイテムは守ったな。こっち来やがった。こいつは攻撃力が低いってのはもう分かってんだぜ。やってしまう。眠った。あっと、敵多いな。じゃあまとめて。まとめてやってしまう。よし。暗い暗い。眠ってくれると助かるわ。よし、いいぞ。はい、調べてきました。こいつは HP が何百もあるんですけど、倒すことは可能みたいなんで、やってしまいます。相手を守るぜ。しぶとい。ちょっと待って、なんか敷き詰められてるけど、泥棒になったってこと？あー、これ番犬か。あ、まずい、どうしよう。まずい。ちょっと待って。請求はダメだろう。ちょっと逃げよう。階段はまあ出てなかったっけ？どうだったっけ？どうすか？場所替えがあるか。こいつ足止めってか動き止めらんねえか。無理かな。ちょっと無理だな。なんか逃げる方法を考えないと。どうするかどうするか。ちょっと待って。やばいった、これなんだよ、これ。聞いてねえぞ。どうしようどうしよう。金縛りとかあればな。なんで金縛り落ちてねえんだよ。どうすっか。ちょっと、まずいな。動きを止めらんない。どうすっか。非常にやばいことになってます。参ったな。まずい。こんなことやんなきゃよかったら、どうしよう。場所替えの杖振ってみるか。この下のやつにね。マップを見ると真下に何かいそうなんですけどね。なんとか逃げ切れるだろうか。なんてこった。やばいぞ。場所替え。ダメだ。場所替え、ダメか。ここまでか。そう、変なことやんなきゃよかった。わあ、あいつ大綺麗だわ。まあ、とりあえず吹き飛ばしたな。で、しっかり吹き飛ばして、で、参ったな。こんなことになるとは思わなかった。てか、下のやつやばいか。ちょっと待って。
階段どっかいないともう死ぬわ。場所替え。本当に階段はどこだろう。てか、仏さんなんだか。階段、階段。あった。助かりそう。助かりそうです。場所替え、場所替え。うわぁ。いやぁ。録画しといてよかった。いやぁ、死ぬかと死ぬところだった。こうなるんだ。何も取ってないぞ、俺。何も泥棒してないのに。あの憎き仇を。あいつをやってしまおうかと思ったら。待って、ここをどうしのうかってこともあるよな。いかとして巻物が1枚と。あ、2枚あるな。じゃあ読んじゃおう。いや、この部分ね、あげるつもりなかったんですけどね。でも録画しててよかったですね。あれ倒してないか。だけど、もう、人はもう倒せるはずなんだけど。あ、火炎草か。やだな。あれなんでいつも矢が当たらないんだろう。倒した。あれてか、なんで右のやつダメージ受けた。あ、あれまだいいのか。そっかそっか。よし、これで全部だな。あ、そっか、盾になってくれたのか、さっきのやつもしかして。いやー、やばいことやってしまった。いやー、九死に一生得たわー。もうそうね。いや、もうダメかと思いました。じゃあ行くか。今回はでもあんまり成果がなかったか。ああなるんだな、びっくりだな。とりあえず材料を集め、材料を預けてか。入れる。で、なんか適当に預けて、出す。あ、預けるじゃないか。ここか？あ、何も作れないか。預けられるかな？大丈夫な？っていう感じですね、今回は。お金預けてと。よし、じゃあ帰るかな。お、なんだ、どこで会えるんだろう、あいつには。また収納してくれるって言ってるけども。なんか収納するのが喜びなんすかね、やはりタンスとしては。いやー、今回はね、まるまる、一応録画はして、なんか、不測の事態が起きた時にはアップしようかなと思ったんですけど、今回は不測の事態が起きましたね。ああなるんだな、何も撮ってないのに泥棒扱いとは。いやー、参った参った。さて、今回は何もなかったっすね。あれ以外はあれ以外は何もなかったわ。
まあ、材料集めなんかをして、でお金もあればね、材料も買えるしね、っていう感じでやろうかなと思うんですけども、じゃあ今回ここで切りますかね。はい、いやーびっくりした。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。